で誰かくしゃみしたら Gesundheit Good Perfectおはようございます。おはようございます。またまた早朝から、出発なんですけれども、無事買い付け2日間フランスの行程を終えまして、今日、まあ、3日目、これからミュンヘンに旅立ちます。まだまだ2日目でしたっけ。なんかもう私の感覚ではなんかもうはい、まあ4日ぐらいはなんか回ってる感じ、はい、そうですね。私も1ヶ月ぐらいいたんじゃないかぐらいなハードな2日間だったんですけれども、まあ、非常に充実した2日間でしたね。はい、はいはい。これから国を移動しまして、ドイツミュンヘンに飛びます。で、そこでですね、ミュンヘンで最も老舗の、シゲサキさんにお邪魔して、でその後はですね、もうこちらの週末になっちゃうのでほとんどお店やってないんですね。ですから、まあ、ちょっとミュンヘン、まあ、ゆっくりできたらないいなと思ってますので、まず移動しましょう。今日も一日よろしくお願いいたします。お願いします。Weil Elfenbeinproblem ja, ne? halt nun mal besteht und ja. Ja. ist verboten. Nee, ist nee, verboten nee. Eigentlich. Ja, ist verboten zu handeln, zu verkaufen. Und wer kauft diesen Bogen in München? Baroque Geiger oder? Eher so ein bisschen die dann später das wollen. Also aus der späteren Zeit, nach Barock dann natürlich. Ja. Wie der? Ja, すごいですね。Und damit hatten wir richtig viel Arbeit. Also das Instrument haben wir von Grund auf restauriert. もうこれはなんかかなり手をかけて修復した。Da gehört zwar Sauna dazu. Kappa hat eigentlich nur ganz am Anfang diese Methode gemacht und dann geschnitten natürlich. Ah ja. Ja. Das, das,
これ彼が新しくしてるんですけど、わからないですよね。どっから。これこれこれ。ここに、縦に少し線があるじゃないですか。これが、ね、こっから先新しくしてるんですよ。で、ここで継いでるの。こっちはオリジナルなんですよ。うん、お疲れ様でした。ミュンヘン第1日やっと終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はベネデックというですね、ミュンヘン一の老舗ですけど、かなり長くいましたね。こんな3時間ぐらいですか？はい。大変いろいろな楽器をしていただいていたので、かなり、選べたと思います。いかがでしたでしょうか？いい楽器もたくさんあって、ね、早くみんなに紹介したいなっていう感じで選んでいました。はい、磯間さんはなんかこうね、次から次へと私たち要求に応えて思想バンバンしていただいたんですけど、はい、こう、あ、この楽器会員さんとか、この楽器はあの方とか、思想の段階で何かね、結びつけられるというのは本当にすごいって思いました。もう磯間さんに参加していただいたのはすごく正解だったと思います。ありがとうございます。その後一緒にお店の方とですね、バイエルン料理を、食べに行くとですね、磯間さんたち、はい、磯崎さんたちには初めての料理だったんですけど、いかがでしたでしょうか？そうですね、とても美味しくいただきましたね。お肉がたくさんというか想像以上の大きさでびっくりしましたけども食べ応えもあってね、とても美味しかったです。見事に平らげていましたよね。はい、任せてください。ミュンヘンの買い付けというのは、そこで今日で終わりなので、はい、では、今日は、お疲れ様でした。また明日お会いしましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。